いやー、なんか動画界の俺、みんなが求める面白さをめちゃくちゃしてた。動画界の俺めちゃくちゃ面白かったです今ね。ダダダダ天使のまあ後半くらいのやつに乗っかりながら、こうねコミカルに手を動かしながらね、シュンシンシュンシンシュシシュシシュンシュンシンシュンシンシュシシュシシュンって言ってたんですよ。そんな絵面面白いに決まってんじゃん。めちゃくちゃ面白かったって言って、みんなを生殺しにします。はい。うわめちゃくちゃ面白いだろうにって言って、誰も見てませんから、俺も見てないんで、もう歴史に消されました。はい。今の面白いものは、あ、こうやって歴史の中に埋もれていくんだろうな。残念ということでね、皆さんね、皆さんも俺もめちゃくちゃ面白い映像を見るんで、でもいつもこんな感じなんでね、やっぱ俺面白いんだなって思います。素の方が面白いんだよね。喋ってる時も絶対素の方が面白いって。だからもう素に近づけていきたいんだよ。理想と自分の素をね、この二重螺旋めぐめぐにしてくるるるるるんってやればさ、最強になれるわけなんで、シュペペ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 、理想と素、自然体をね融合して最強になります。テウスってないし、なんかもう誰か来そうなんだよな。で来たら困るからね、ちょっと手動いたのは誰か来る前兆かな。ちょっとふいんみたいな動き方してる。いやー、何しちゃおっかな、俺ちん俺ちん。普通にね、7つの滞在あんま見せたくないっていう。ちょっと離れてるか。おい、なんだそんな、あ、また書いてる音が。午前、用事、歌うのやめよう。早く寝よう。寝ちゃおっかな、もう眠いし。漫画いった。漫画いっぱい読みたいのにな。そんな可愛い口調で言わなくてもいいよ。可愛くなれないから。うわー。はい。可愛くなれないからって言っちゃダメだと思うな。まあ、可愛くなりたいけど。やんないじゃない、できないんだ。テレステテンデン、テレステンデン、テレステンデン、テレステンデンデン、テレステテンデン、テレス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 テンデン。ということでね、喋ること全然、シュビルバシャビドゥビー、喋ること全然ねえよ。やっぱ寝るのが一番ですね。僕はみんなが寝てない分、みんなの分も寝ます。こんな感じで生きていけりゃいいんでね。でも今こんな感じで生きていけるので、こんな感じで生きていきますか。まあ長くは続かないと思いますけど、まあ続くんじゃないですか、俺っちなんで。というか、まあ喋ってこう、やっぱ喋れば喋るほど俺が人気になって金稼げる確率、そして金の稼げる額とか人気のデカさとかもね、まあね、喋れば喋る分だけ上がっていくと思うんですけど、まあ何を、毎日投稿やった方が絶対いいよね。でもさ、毎日投稿できないんですよ。そんなの。まあ一人暮らししたらね、一人暮らししてもできなかったらそれは言い訳できないですけど、まあ投稿できてるからっていうのはあるけど、毎日投稿と投稿は全然違うんだよな。別物なんですよ。そこをね、毎日投稿大変すぎるからな。ただでさえ投稿するだけで俺は大変になっちゃったんだよ。めんどくさがり屋でさ、適当にやってて、かどんどんスパン長くなっていくじゃん、動画投稿しないスパン。あー、どうだよ。すごいよね、ほんと趣味でやってるやつだよね。いや本気でやってるんですけどね、なんかキャラとしての面白さめちゃくちゃ面白いんですけど、人と一緒の時にこんな面白さ出せないから、人とコラボしても伸びないって終わりじゃん、そんな。悲しい。ということでね、だ人に面白いよって言われまくればいいんでしょ。それなら簡単よ。自信満々ですね。自信満々すぎるな。まあ、ただただ俺は自分の面白い理想っていうか、自分の理想を追い求めて面白くなっていけばいいだけなんで、まあ、自分の理想がどんどん面白くなることなんで、まあ喋りもね面白くなってきたいね。でも今そんな大事なことですけど、やっぱり僕寝たいし、ね、今何で見たか分かる？
普通に今日買ってきたアイスクリーム溶けちゃったかなって思っちゃって、出しっぱだったんで溶けたな、まあええかということで、あざした、あの今日はもう眠いし漫画読みたいんでバイバイ。俺やっぱね、漫画と自分の動画どっちやりたいかって、漫画読みたいですよ。だって漫画の方が楽なんで。だって自分の動画見たらね、やっぱ集中しちゃうんですよ俺ね。やっぱ集中全然できないのに集中しちゃうんですよ。なんか半集中みたいなのになっちゃうんで、俺あんま見たくないんですよ自分の動画に。なんかね、もう自分の動画好きになりすぎちゃいそうになった。自分の動画見てめっちゃ面白くて、最近の動画え面白って思って、え俺最高じゃんってなっちゃって、最高って、もう最高しか出なかった。いいなーって、面白いし、そのないいなって、自分のだからいいなーって思うじゃないですか。いや面白いんですよ、しっかり最高だなって思っちゃって、なんか爆発笑いっていうのは出せないですね。確かにクスってくるようなことが連続クク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 クってね、ススク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 ススみたいなね、クスーってなる感じ。今フリーズしちゃったね、薬すぎて。みんなのクスさがさ、一気に、なんだろうな、積み重なってっていうか、重なりすぎて、クスーでこれで動画が終わる1時間くらいまで、クスーって、ね、動画終わったら、いつものみんなに戻る。いや、終わんないな。それで20分くらいもそうだな。クスーおやらクスギがガッハガッハガッハクスーみたいなになるだろうね。ガッハって思い出し笑いも重なって爆発したっていうね。爆発したって何がって思ってる方もね、なあ、爆発して笑ってるんですよ。うん、笑いとはね、笑ってる感じが爆発みたいじゃん。そんなわけないな、全然ないな。何を言ってんだろうな、本当に何を言ってるんだろうって。言ってることをさ、ちゃんと聞きゃ分かるだろ。何を言ってるんだ君はって、分かるだろ。分かんない方がおかしいんだよ、なんでだよって。はい、狂人からの言葉でした。やっぱ俺頭おかしいんですよね。俺やっぱ意外に頭おかしくないんだろうなとか思ったら、だいぶ頭おかしかったらしいです。うん、でも頭おかしいことはね、まあね、心の中ではイエーイって思っちゃってるんでダメですね。そういうとこも含めてダメですね。かゆチンコをどうやって言えばいいんだろう。チンコかゆ、チンチンかゆ、チンヌチンヌかゆ、チンコツかゆ。チンコって骨っぽいし、うわチンコツかい、いやチンコツかいって言ってこう。ってことで、あざした、耳の裏がすごいかゆいな。でもやっぱ耳の裏ね、あんま臭くない。いて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 、出来物ができてね、耳の裏。俺出来出来の身の出来物人間なんで、体中にいっぱい出来物ができてね。ということでね、皆さんもね、俺の動画いっぱい見て俺を深めてください。じゃあね。